はい、どうも皆さん、こんばんは。Nボーイでございます。はい、本日はですね、新日本プロレスの先ほどね、終わりました、7.3 後楽園ホール大会の、まあ、第4試合から第7試合の、まあ、結果とね、あと何が起こったのか、それからね、それぞれの選手の思いというのがね、今回まあ非常に爆発しておりましたので、そちらをまあ皆様にね、ご紹介していこうと思います。はい、でまずね、結果から見ていこうと思うんですけど、まずね、第4試合、棚橋博史選手 VS、ボルチンオレック選手、これがなんとね、ボルチン選手の勝利ということで、これ試合時間が確かね、6分ぐらいから7分ないぐらいですごい短かったんですけど、まあ見事にね、これボルチン選手が勝利を収めたということで、まあもう大金ボスと言って、間違いないと思います。6分50秒ですね、6分50秒神風で、ボルチン選手が勝利であると。いやー、これは僕正直ね、嬉しかったです。棚橋選手の負けが嬉しいとかではなくて、ボルチン選手が勝ったのがただただ嬉しいです。まあもちろんね、棚橋選手に勝ったこともすごく素晴らしいことだとは思うんですけど、やっぱりね、このボルチンオレクというレスラーが、ここまでね、来てくれて、しかも社長にね、棚橋選手に勝ったってことは非常に僕はやっぱ大きな意味が、あると思うんですよ。正直やっぱね、その試合時間とか内容を見てても、多分ボルチン選手ってまだまだその、なんですか、覚醒途中というか、その、なんだか、こう、試合を上げていく途中というか、まだ完成しきってないイメージは全然あって、まあ、おそらく今後どんどん伸びていくとは思う、そんな感じのレスラーではあるんですけど、やっぱその圧倒的ポテンシャルですよね。肉体とか、そういうポテンシャル面が凄まじいんで、なんか、もともと持ってるフィジカルでちょっとご利用しして、勝ったみたいな、まあ、イメージがあるんですよね。なんで本当ボルチン選手は今後どんどん伸びていくとは思うんですけど、まあ、そうは言っても、やはりこのあたりちょっと結果を出していきたいと。まあ、ちょっと今の新日本プロレスというのはね、どうしてもちょっとね、その、次世代組の活躍というのが結構必須科目になってるんで、まあ、やっぱそういう意味でも、ボルチン選手は今回、棚橋選手に勝ったのは、僕は非常に、大きな意味があると思います。はい。で、まあ、残念ながらね、棚橋選手負けてしまったことによって、これもう二十何年かぶりに G1 に出れないという、結構まあこれ、現実的に厳しい問題っていうのが、直面してしまったわけではあるんですけど、棚橋選手コメントでも、いやもう僕のね、夏終わりましたと、いやマジかと、はーと、いやまあすげー、逸材だと思うよと、ボルチンは、くっそーと、いやー G1 優勝する予定だったんだけどなーと、ああ、そうか。まあ、そうだな、っていう風に、こう、天を見上げた後に、まあ、最後にね、まあ、明日からね、来年の G1 の準備をしようかと。俺は最速で、スタートを切るからと言って、まあ、控え室へ消えていったわけではあるんですよね。はい。いやー、これ多分、棚橋選手ファンの方々たちからすると、とんでもなく悲しいことかな、っていう風に思うんですけど、まあ、でも僕はこれは正直、時代の変わり目というか、まあ、結構、棚橋選手って節目でやっぱりその次世代のね選手のためのまあ踏み台になること結構多かったんですよね。岡田選手とか、まあ、ジェイ・ホワイト選手とか、あとまあデビちゃんもそうか、あとまあ、ケニーとかもそうか、本当にまあいろんな選手たちの、まあ、踏み台になってきたってこともあるんで、まあ、今回はまあボルチン選手のまあ踏み台になったのかなっていうふうには個人的には思いますね。はい。まあ、棚橋選手ね、今後も活躍してほしいし、やっぱりレジェンドなんで、すごい好きな選手ではあるんですけど、やっぱここはね、僕はボルチン選手が勝った方が、新日本長い目で見たらこっちの方が良かったかなっていうふうには僕は今でも思ってます。はい、これは。本当にボルチン選手ね、おめでとうございますということはまず言いたいね。棚橋選手も本当に、まあ、お疲れ様でしたとは言いたくないんですけど、まあ、G1 に、今年の G1 に関してはね、お疲れ様でしたってことをね、ちょっと送りたいと思いますね。はい。で、次、第5試合ね。第5試合が、ケンタ選手 VS カラム・ニューマン選手で、これもね、なんとカラム・ニューマン選手が14分38秒オスカッターで勝利ということで、まあこれもまあ大金星と言っていいと思いますね。はい。結構ね、ケンタ選手っていうのがラフファイトをね、使って痛めつけていたんですけど、まあニューマン選手が最後にこうオスカッター決めて勝利ということで、まあこの試合も正直そんなにニューマン選手が試合内容でめちゃめちゃ押していたって感じではなく
くて、むしろ健太選手の方が押してた印象はあったんですけど、まあでもカラム・ニューマン選手がきっちりまあ勝ちを収めたんで、これもやっぱ非常に、大きな意味を持つと思ってます。うん、僕はやっぱこの予選会の中見て、まあ、ボルチン選手とやっぱカラム・ニューマン選手の二人に一番、期待をしていて、まあ、どちらかの選手が攻めて本戦行ってほしいなっていうのは、結構、強い気持ちで思ってたんで、その二人が、両方とも勝ち上がったのは、個人的にはめちゃめちゃ、嬉しかったです、これは。うん。で、まあ、ケンタ選手に関しては、一応ベルトを持ってはいるんですけど、まあ、最近そもそもやっぱ新日本プロレス内での活躍というのはかなり少なくなっていて、まあ、言ってしまえば結構影が薄くなっていたっていうのもありますし、うん、なかなかこう活躍の機会っていうのが恵まれてなかったんで、まあ、今回これはちょっとカラム・ニューマン選手の踏み台になった形かなっていうふうに思いますね。はい。ただ、ケンタ選手が終わった後のコメントが結構まあ熱くて、いや、俺負けたのと。いや、びっくりしたわ、マジで。と。しっかり悔しいわ、と。いや、こんなとこで負けて、G1 にも出れなくて、まだ俺の中で悔しいって気持ち残ってるってことは、実はまだ、燃えてるもんがあるんだと、まあ、ふざけんなよと、悔しさをね、ケンタ選手はあらわにされていると。でさらに、新世代のね荒波みたいな流れに絶対何が何でもね、歯向かってやるっていうか、43歳で結果残そうとしてまだね上を目指そうとして何が悪いのかと、俺はまだまだ上目指してやっていくからと逆襲を使っていると、誓っているとね、G1 が終わっただけだよと、俺の夏は終わってねえよってことをケンタ選手は、コメントでまあ残されていたわけではあるんですよね。はい。コメントは本当に僕素晴らしいと思いますね。はい。結構これタイス選手もね、似たようなことをおっしゃってたんですけど、まあ、要はなんか会社がその新世代組を押すっていう風になってるけど、いやそんなの俺たちからしたら知らないし、やっぱ俺らはベテランでも確かに年齢は言ってるけど、まあそんなの関係なくちゃんと結果残して、目にもの見せてやるよっていう、なんかそういうやっぱ反骨心みたいなものをビンビンに感じたんで、やっぱこういう感情をむき出しにされると結構やっぱね我々ファンとしても乗りやすいですよね。はい。ただまあ今回はまあ若手のねカラム・ニューマン選手が勝ったということで、はい。まあ、ニューマン選手は本当に今後もね、期待したいと思いますね。はい。まあ、彼はまだめちゃめちゃ若いんで、正直そんなに急がなくてもいいかなって気はするんですけど、まあ、それでもね、もう若ければやっぱ若い方がね、何事もいいんで、ぜひこのままね、本戦行ってほしいなと思いますね。はい。で、次はね、第6試合。これが、太一選手 VS、TJP 選手ね。これが、19分26秒、ブラックメフィストで、太一選手が、まあ、勝利を収めると。はい。これは、僕、正直、TJP 選手が、勝つんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、さすがに、やっぱ、太一選手、これ強かったなって、試合見て思いました。非常に試合内、この二人の場合、試合内もすごい噛み合ってたんですけど、やっぱ、太一選手の、まあ、一撃一撃の重みがちょっと違ったかな。っていう感じがしますね。はい。で、その太一選手もね、まあ、もともと結構太一選手が率先して、まあ、今年の G1 のなんかこの選考基準わかんないっていう物議を醸すような話題を出されていたこともあったんですけど、その太一選手っていうのはバックステージで、まあ、若手の、抜擢だと、ふざけんなと、まあ、若手だらけでやりたいんだったら、最初からやれよと、若手だらけで、会社が潤おうっていうんだったら、とっととそうなってんだろうと、昔からだと、ふざけんじゃねえぞと、まあ、ボルチンに向かっては、おめえにはね、わかんねえと、プロレスの技術と、こっちは20年以上積んできてると、そっちはたかが1年か2年そんなもんだろと、お前に初めての挫折を味わわせてやるってことを、太一選手はまあおっしゃってるわけではあるんですよね。はい。やっぱ太一選手としても、まあ、ケンタ選手と同じように、まあ、会社がそんな若手を押すっていうんだったら、俺は逆に、もう最年長で G1 優勝してやるよと、そんな年齢なんか関係ねえだろってことを、まあ、太一選手はおっしゃってると。あと、まあ、ボルチン選手に関してもやっぱり、まあ、こっちとは経験が違うんだよってことをおっしゃってて、まあ、確か本当はこれはもう本当にその通りですよね。さすがに僕さっきも言ったんですけど、ボルチン選手は結構そのフィジカルとか、まあ、もともと持ってるナチュラルなパワーですよね。そういうなんかもう本当、なんか技術とか経験とかではなくて、まあ、若さの勢いと、あともうフィジカルも、もう生物としての強さで戦ってる感じがするんですけど、まあ、そこをやっぱり太一選手とかもうベテラン勢っていうのはやっぱ経験が違うんで、まあ、そこをやっぱ経験とかね、ものでねじ伏せてくるという戦いが、まあ、結構やっぱこれ見どころかなっていうふうには思いますね。まあ、太一選手とボルチン選手やったら僕正直太一選手結構分があるなっていうふうに思うんですよ。太一選手結構やっぱそういう高木選手とか石井
人選手みたいな、まあ、ゴツゴツ真っ向系相手得意というか、まあ、結構経験があるんで、まあ、ボルツィン選手も正直かなりやりやすい方なのかなというふうには思ってますね。なんで僕は正直、太一選手が本戦勝ち上がるような気がしてるんですけど、まあ、それでもやっぱりね、ちょっとボルツィン選手にはぜひ上がってほしいなって、もう本戦上がって仮にね、もう仮に、全部負けたとしても、僕はそれでも、やっぱボルツィン選手が本戦行くっていうことに、まあ、意味があると思うんで、ちょっとまあ、ボルツィン選手よりには応援したいんですけど、まあでも、タイジ選手、やっぱね、今回の TJP 選手の試合見ても、相当、やっぱね、強者というかね、相当このリーグ戦内ではかなり強いんで、ちょっとボルツィン選手難しいんじゃないかなっていうふうには正直思ってます。はい。で、最後はね、第7試合、石井智弘選手 VS、吉橋選手で、これが吉橋選手がね、26分1秒カルマで勝利と、これ吉橋選手が初めてシングルで、石井選手に勝ったのかな、この試合が。で、この試合はね、単純にめちゃめちゃ試合内容が良かったです。はい、さすが後楽園ホールのメインイベントって試合だったんですけど、まあ本当にさすがもうメインイベントとして全く問題ないふさわしい、素晴らしい試合内容でした。まあもともと石井選手はやっぱね、名勝負製造機ってこともあるんですけど、吉橋選手が全然食らいついてましたし、もう本当になんか石井選手に勝ったんですけど、全然その納得できる、なんかそのなんだろう、こう例えばいやこの試合なんかずっと石井選手が推しだから、なんか吉橋選手勝ってもなんか全然こう納得できないわとか、これはたまたま勝っただけやんとか、そんな感じが全然なくて、普通にお互い全部出し切った上で吉橋選手が競り勝ったみたいなイメージっていうか、そういう試合内容だったんで、これ本当非常に素晴らしい内容でしたね。やっぱ吉橋選手強いなっていう風に思いました。シングルも普通にやっぱ強いなっていうのを改めて感じました。で、一方でこれ、石井選手がまあ G1 出れないっていうのは、僕結構これは、まあ、あえてこういう言い方しますけど、革命だなと思ってて、石井選手って正直、G1 出しとけば間違いない試合絶対してくれるんで、出しとくなんですよ、要は。石井選手ってレスラーは。誰と試合してもいい勝負するし、で、その負けても正直格が落ちないし、でもどっかでやっぱこの星取り調整するときに格上からも誰かの取れるっていう、非常にこう、まあ、言ってしまう便利な、ポジションではあるんですけど、その石井選手をついに G1 本戦出さないっていうのは、これは、僕はやっぱ新日本プロレスの確固たる意志を結構感じました。うん。もう石井選手に頼らないで我々は、G1 本戦を盛り上げなければいけないと。石井選手もそんなやっぱもう結構お年ですし、その石井選手ばっかり頼っていては良くないという意志を僕は結構ね、このメインからは感じ取りました。裏の意志として。はい。まあそれでもやっぱね、石井選手本戦見たいなとは思ってたんですけど、まあ今回のこの試合内容であれば吉田選手でも全く僕は異論はないですね。むしろ吉橋選手にちょっと本戦行ってほしいなっていう気持ちがね、傾きかけていますね。で、しかも今回の試合見る感じ、ちょっとカラムニューマン選手さすがに、きついんじゃないかなっていうふうに思います。それぐらい吉橋選手は今相当強いと思うんで、まぁ、ちょっとカラム選手どうなのかなって感じがしますね。はい。なんでまぁ、日本武道館のカードっていうのが決まったわけではあるんですけど、僕ね、これ正直予想しようって言われたら、太一選手と吉橋選手が上がるのかなっていうふうに思ってるんですよ。ただ、まあ僕結構前から言ってるんですけど、このやっぱ予選やる以上ね、せめてボルチン選手かニューマン選手のどちらかはやっぱ本戦行ってほしい。仮に本戦行ってゼロ勝だったとしてもね、それでもやっぱ本戦にこの二人のどちらかが行くってことに僕は大きな意味がある。多分来年は無理ですけど、まあ再来年とか2年後とか3年後とかの大いなる伏線になってくると思いますし、その俺、ボルチン選手なり、まあカラム・ニューマン選手というのが新日本トップに立つ大きな伏線になると思うんで、どっちかは本戦行ってほしいなって僕正直思ってます。ただちょっと今日の感じ見てると、やっぱ太一選手と吉田選手は強いなと、ちょっと隙が見当たらないんで、まあ一体ね、どうなることやらというところが楽しみかなっていうふうに、思いますね。はい。まあそんな感じでね、7.3 後楽園ホール大会非常に盛り上がったわけではあるんですけど、7.5 はね、僕もちょっと同時視聴生配信やりたいなと思ってますんで、ぜひね、皆様もね、ご参考お待ちしております。7.5 は金曜日の18時ですね。はい。これね、この日皆さんもね、一緒にね、楽しんで見ていきましょう。というわけで今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。